競り合う1号艇の佐々木と2号艇の中田、内鋭く5号艇加藤か、バックストレッチ5号艇の加藤か、内鋭く2周1番からバックストレッチ抜け出して5号艇加藤か、先頭2番手争いとな なりました。1号艇の佐々木が内、外は2号艇中田、2周2マークの旋回です。2号艇中田が外握っていく、内からも1号艇の佐々木でスタンド前、外いっぱいのところ、2号艇の応答、2号艇中田小波装置乗り越えてしまいました。2号艇の中田は小波装置を乗り越えるアクシデントがありました。お疲れ様です。田崎さんの稼いでる方法を実践したら1週間ちょいで100万稼げました。お、いきなり結果出てますね。素晴らしいっす。プランの選び方も参考にしてます。田崎さんのおかげでこの先も稼げそうです。いえいえ、すぐ諦めちゃう人もいる中でちゃんと実践してきた結果ですよ。